椅子に浅く腰掛けておにぎり1つぐらいを開けます。で、足は肩幅ぐらいに開いていただいて、位置からいきますね。で、筆は、ここに卵を握っているような感じですね。じゃあ、いきます。1からいきますね。45度で打ち込んで、右を太くしたいから、ここはあまり抑えすぎない。で、肘を前に出したらお尻の向きを少し変える。ここで1回力を抜きます。真ん中でもう1回抜きます。真横にして同じ位置、右を太くで戻ってきて、少し倒してトントン。そのお尻を浮かすと毛先が自由に動くから、作りたいところに留めを作りますね。じゃあ3人いきます。手前の足に少し力を入れておいて、肘を前に出して反って右を太く、トントン。筆を倒して寝かせて、穂先をちょっと右端に押し出します。真ん中は上の角度に合わせてまっすぐ、これもトントンして押し出します。最後は最初に書いた位置ですね。肘前に出して向き変えて、ここで力を抜く。真ん中でもう一回抜いて細くして、細いから太いで止めます。寝かせてお尻をきれいにしたら、浮かせて止めを作ります。はい、じゃあ縦にいきますね。脇を開いて手のひらは下ね。で、45度で打ち込むね。たら肘をまず寄せます。お尻の力を抜かずに、ちょっと進行方向、ちょっとお尻をずらします。引っ張りながらで、上の筆が出ないように引っ張りながら、なるべく早めにお尻を真下に向ける。手先を真上。たらこの角度を保って抜いていきます。まあ、最後は多少軸を向こうに倒して抜いちゃってもいいかな。はい、じゃあ止めに行きますね。脇を開いて手のひらは下。肘寄せてお尻をずらす。引っ張りながらで、早めにお尻と毛先を真上に向ける感じですね。そしたら手を安定した形にして、浮かせて細くを右をへこまします。また太く取きますね。そしたら軽く倒して、トントンとすると元が年ができてるから、このお尻を浮かすと毛先自由に動くから、作りたいところに留めを作ります。じゃあ跳ねに行くね。脇を開いて手のひらは下。肘を寄せてお尻をずらす。引っ張りながらで、真ん中にお尻を持ってきます。浮かせて右を細くね。また太くね。寝かせて手前に倒した筆を右に倒します。この筆全体を斜め左下にそっと持っていく。お尻は軽くつけるかつけないか、この角度を保って、お尻を先に動かして三角のイメージで上がっていきます。毛先がここに出てきたら、肘を使ってすくっていきます。はい、じゃあ水の払いに行きますね。目の前に縦に筆を置きます。そしたらこの軸を自分の耳の方に向けると、自然と肘が前にスライドして出てきます。そしたらこのねじれた毛先を中にしまって、この角度を保って肘を後ろに引いて、手前のお尻に力を入れて止まります。こうですね。その時に自分の鼻か顎ぐらいに持ってきてもらって、そしたら今から横に、ね、お尻の向きは一切変えないです。このまんま横が一直線になるように、お尻を徐々に浮かせながら、横横横って抜いていきます。じゃあ左の払いね。軽く押さえたら、お尻の向きを進行方向にちょっと変えます。引っ張りながらでぐいっと向きを変えた時に角が残るだけね。そしたら手を安定した形にして、同じ太さで運んでいきます。で、最後にお尻を外してスッと抜きます。はい、じゃあ鼻の最後にいきますね。しっかり筆を打ち込みます。肘寄せてお尻をずらします。真ん中にお尻を持ってきたら、早めにすぐに力を抜く。肘を浮かせて太いから細いでいきますね。そしたら真横に筆を向けて、今から太くするときに、手前の右に軸を倒して、穂先の向きを斜め上に向けながら、最後に真横にして上に上がります。この筆を中にしまって90度に起こしたら、押さえ直して、で、お尻の向き変えたら、肘を前に出して肘で今から抜いていきます。
この横幅を使って、あとは三角で綺麗に抜くのを肘で勢いを、ね、じゃあ、風に行きますね。筆を横に置くね。太いから細い。引きずって持ち上げて押さえたら右のお尻に力。たら肘を寄せてお尻からグイッと入ってきたらすぐに力を抜きます。で、まだ右に軸が倒れてるけど細くなったあたりで軸を起こしたら今度は手のひらを右に向けながら、肘を後ろに引いて手首を下げながらこの、右の肩甲骨あたりに向かって止めます。一旦起こしたらお尻で尖ったお尻を作ってあとは肘を使ってきれいに抜いていきます。ですね。じゃあ筆を横に置くね。太いから細いね。引きずって持ち上げて押さえたら右のお尻に力。で毛先はここに残してお尻をちょっとずらす。肘寄せてねじれが入らないようにぐいっと向きを変えちゃう。毛先が45度向いてる感じね。で太いから細いできて毛先とお尻を合わせて横に抜いておきますね。で閉じます。じゃあ国構えね。太いから細い引きずって持ち上げて押さえたらやっぱり右のお尻たら力を抜かずにちょっと寄せるね。じゃあ肘寄せて力を抜かずに一気にお尻を真下毛先を真上に向けて同じ太さで降りてきてね。軽く止めですね。じゃあおかんむりのまず左に倒すバージョンね。目の前にトンと置く。これを左に倒す。で根元に力を入れて細いから太いで引きずってくるだけね。止めを作りたい時にお尻を浮かす。止めを出す。横で綺麗に押さえます。じゃあ右バージョンね。目の前にトンと縦に置いたら右に倒します。で左と同じ形になるようにだんだん太くてこの角度を保って下がってくるだけね。根元の力で お尻を浮かして止めを出す。横で押さえるね。じゃあ右が三角いきますね。脇を開いて開き気味にして少し引いたら右に倒したまま軸は倒したままここがまっすぐになるようにお尻を自分の方に持ってきたら最後にちょっと寝かせてお尻をきれいにしておきます。